はい、皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。今回はですね、こちらの Nintendo Switch 有機 EL モデルですね。今までの既存のスイッチでも使えていたコントローラーなんかが、Nintendo Switch 有機 EL モデルでも使えるのかどうかっていうのをね、検証していきたいなと思います。それではやっていきましょう。まずはこちらのね、プロコントローラーが使えるのかどうか、やっていきたいなと思います。それでは、コントローラーの画面を開いてですね、はい、こちらのシンクボタンを押しましょうか。これでも繋がるのかな？今までのスイッチの同じ通りに、使えるのかどうか。お、登録しました。出てきましたね。はい。ということで、綺麗なね。お、めちゃくちゃ色鮮やか。このスプラトゥーンカラーも超色鮮やかで綺麗ですね。はい。これで、ね、プロコン繋がりましたね。やっぱスイッチですからね。有機EL になってもプロコンは使えると。はい。そうすると、こんな風に、プロコンで遊ぶことできます。いいですね。プロコンで有機EL で使ってね。有機EL でスマブラ遊ぶことができます。今まで通りですね。いいですね。はい、では続いてはこちら。ジョイコンです。今までのね、任天堂スイッチに使っていたジョイコンも、任天堂スイッチ有機EL になってもそのまま使えるのかどうか見ていきたいと思います。それではこの有機EL のね、ホワイトジョイコン、とりあえず外しましょうか。さあ、こちらのジョイコンが使えるのか。おー、勝ちいました。登録しました。出てきましたね。これも、勝ち。おー、いいですね。使えますね。はい。ということで、まあ、こう見ると結構スイッチみたいに見えますが、まあ、やっぱり画面は大きいんでね、有機EL ということですね。はい。そうするとこんな感じでね、当然のようにね、ジョイコンでね、今までのジョイコンでスマブラ遊ぶことができます。いいですね。当然、横につけないで、ワイヤレスでも横持ちで接続はできるでしょう。はい。こちらをジョイコンをシンクボタン押します。さあ、これで繋がるかな？はい。登録しました。出てきましたね。そうすると、はい、こんな感じで。横持ちでも使うことができます。うわ、めっちゃ色鮮やか。いちいち綺麗だね、やっぱ。色がすごい綺麗。はい、そうすると、横持ちでもね、スマブラ遊ぶことができます。いいですね。さあ、じゃあ続いてはこちら。ホリのグリコンですね。ジョイコンのグリップコントローラー。こちらを使うのかどうか。こちらはね、こちら自体にね、充電はないんでね、ワイヤレス接続とかできないんで、つけるだけなんですね。つけるだけでこちら接続することができるのか、使えるのかどうか。はい。あれもう使えてるね。お、出てきました。あ、これは普通に黒いジョイコンとして映ってますね。おー、使えてるね。はい。そうすると、こんな感じで、携帯モードでもね、やっぱりね、こういう風にスマブラ遊ぶことできます。いいですね。やっぱりね、有機EL の場合は、携帯モードで遊ぶのがね、主流だと思うんで、まあこういったグリップコントローラー本当に使いやすいんでね、前に Nintendo Switch 使っていたこのグリップコントローラーそのまま使えるっていうのはね、非常にいいですね。嬉しいですね、これはね。さあ、スマブラやる上ではね、欠かせないのがこちらですね。ホリワイヤレスクラシックコントローラーですね。この GC コン風のこちらのコントローラー。これもおそらく使えるでしょう。使えなかったらちょっと困っちゃうんですが、どうでしょうか。はい、シンクボタンを押して、光ってます。さあ、繋がるかな？繋がる。登録しました。出てきました。はい、こちらもね、充電でワイヤレスですので。このままね、有機EL のこのディスプレイをテーブルモードとして遊ぶことできます。はい、これでね、遊べますね。いやー、いいっすね。やっぱスマブラやる上ではね、このコントローラーは欠かせませんよね。はい、ということで、もちろんこのコントローラーも有機EL ね、使うことができます。いいっすね。じゃあ続けてこちら。純正の GC コン。GC コンも使えるかどうか見ていきたいと思います。GC コンはね、ワイヤレスではないんでね、有線で繋げる必要があります。ということで、まずはこちらの Type-C に USB を変換して、この GC コン接続タップをこちらに接続します。接続タップ一つは振動なんでね、一個あれば大丈夫です。さあ、こうして、ここに GC コンを繋げます。ほい。さあ、これで繋がるか。どうだ。お、出てきましたね。普通に使えるかな？はーい、普通に遊べますね。うわ、これぞ GC コンだ。やっぱ GC コンだよな。いいね。さすが GC コン。やっぱこのカチカチ、この C スティック、最強ですね。やっぱスマブラには GC コンですね。はい、という感じで、まあ、この、任天堂ゲームキューブのね、GC コンもスマブラに使うことできます。有機EL でね、スマブラ遊ぶことできますね。さあ、じゃあ続いてはこちら。スーパーファミコンのコントローラーでございます。こちら、任天堂スイッチオンラインで購入することができるワイヤレスのね、スーパーファミコン風コントローラーでございます。こちらがシンクボタンだと思うので、こちらを押しましょう。さあ、どうだ？繋がるかな？はい、登録しました。出てきましたね。しっかり、スーパーファミコンの絵柄出ております。うお、色鮮やかで綺麗に出ておりますね。
はい、そうするとね、こんな感じでスマブラ遊ぶことは、ま、できませんね。何せスティックがないですから移動ができませんね。移動ができません、残念ながら。まあスマブラは遊ぶことできませんが、まあ任天堂スイッチとして遊ぶことはできます。 UKL でもね、こう操作はできますね。さあ、じゃあ続いてはこちら、初代ファミコンのコントローラー、ファミリーコンピューターのこちらのコントローラー使うのかどうか見ていきたいと思います。こちらジョイコンになっていますんで、まあここにはめていただければ使えるかなと。おー、出てきましたね、登録しましたと。はい、これで外せば、はい、おー出てきました。おー、やっぱ色鮮やかっすね。こうね、初代ファミコンのコントローラーもこう出ております。これで、まあ、使えますね。はい、当然のように、スマブラをね、ファミコンのコントローラーでやっております。もうこれスティックがないどころか LR もないんでね、もう何もできないっすね。LR? あるじゃないか、こんなちっちゃなボタンが。まあ、掴むぐらいはできるということで。まあ、スマブラ、遊ぶことできますね。じゃ続いてはですね、今繋げてきたのは、任天堂公式の商品や、任天堂ライセンス商品のホリの商品だったんで、今回はね、サードパーティー製のね、別にライセンスを持ってないコントローラーとかは使えるのかどうか見ていきたいと思います。じゃ例えばこちらのコントローラーですね。このプロコン風のね、任天堂純正ではないコントローラーは使えるのかどうか見ていきたいと思います。さあ、じゃあシンクボタンを押して、さあ、これで、つながるか。おー、登録しました。出てきましたね。はい、当然のようにね、使うことができておりますね。いいっすね。もう何でも使えますね。いいっすね。さあ、じゃあラストですね。プレステ4のコントローラーは使えるのかどうか見ていきたいと思います。やはり任天堂スイッチでもね、ある動作をすることで PS4 のコントローラーとも繋げて遊ぶことできました。UKL になっても使えるのかどうか見ていきたいと思います。まあ、当然、そのままやっても任天堂とソニーの製品ですから、まあ、繋げることはできませんので、今回使う商品はこちらですね。こちらを使ってやっていきたいと思います。Type-C のこの変換器をこうつけて、ここに差し込みます。はい。さあ、これで、あれもう登録しましたって出てきましたね。さあ、このボタンを押していただいて赤く光らせます。で、シェアボタンとホームボタンでしたかね、確か。シンクの方法は、プレステ4の。はい。お、揺れました。さあ、これで、さあ、これで、ちょっと待って、使えないかもしんない。え?絶対つけると思ってたんだけど。青く光ってんだけど、今これと繋がったんだよ。これで赤いランプが光って、今繋がってるはずなんだけど、あれ?ちょっと待って、反応しない。もしかして UKL になって使えなくなった。おっと?これは面白いぞ。こういうね、予想していたものとは違う結果が出てくると面白いですね。あれ?なんで使えないんだろう?いや、ちょっと任天堂スイッチ自体が使えなくなったのかなと思って、ちょっと UKL ではなく、通常の任天堂スイッチの方に繋げてやってみました。ですが、はい。このように、使えております。使えます。使えます。任天堂スイッチには今まで通り。使えております。ですが、これを抜いて、こっちの UKL の方に差し替えます。そうすると、繋がる。こいつと繋がる。けど、反応がしない。なぜだ?マジか、UKL になって、なんかシステム変わって、これ使えなくなったかもしれないな、これ。あるぞ。うん、どうやらやっぱりね、この 8bit2、こちらがね、任天堂スイッチ UKL にはね、対応しなくなったっていう感じですかね。うん、今までのスイッチには今でも使えるんですが、UKL では使えないということが分かりました。ですがね、このまま PS4 は UKL に使えないって言ったままね、終わりにするのはとても悔しいんでね。今回こちらではなく、また別のものを使ってね、繋げていきたいと思います。これも繋がんなかったら、いよいよそういう機器、全部 UKL で排除した可能性出てきますからね。さあ、まずこれ繋げていただいて、光りましたね。さあ、光って、これでシンクしましょうか。さあ、どうだ?シンクロして、繋がるかな?お、青く光った。これで?お、出てきた!え?使えてる?え、これだよね?お!使えてますね。お、え、マジで?いいじゃん。おー、出てきました!やったぜー!イエース!イエーイ!イエーイ!おー、普通に使えるね。いいっすね。オッケーでーす。やったな、カービィ!やったよ、カービィ!カービィ、やったぜ!やったぞ、カービィ!はい、ということで、なぜかこちらはね、UKL では使えなくなってしまったんですが、他のね、こちらのクロノスゼンっていう、まあ、これもね、別の動画で紹介したんですけども、こちらを使ったら、なんと PS4 使うことができました。なんで、まあ、これはなんか対応しなくなったんだな。まあ、対応してるやつとしなくなったやつ、排除したものがね、いくつか UKL にあるという感じですね。はい。
いやー、面白かったね。まあ、本来の私の予想では、もう普通にね、今まで通り全部使えて、まあ、変わったのはもうこのディスプレイだけだねって、有機EL に変わっただけだねって言うのかと思いきや、まさかのね、スイッチとは違うものが出てきて、スイッチでは使えていたのに有機EL では使えないものっていうのがね、例えば出てきて、ちょっと面白かったですね。なんで有機EL内部的にもちょっとね、変わってる部分があるということで、これはいろんな検証あった方がいいですね。有機EL の内部の仕組みにね、すごく興味が湧きました。なんで今後もいろんな検証していこうかなと思いますね。ぜひね、皆さんもあれは使えるの、これはどうなのとかいうね疑問ありましたら、ぜひコメントで教えてください。私ユア4が必ず検証していきたいと思います。ということで、今回はですね、任天堂スイッチ有機EL に様々なコントローラーをね、つなげていきました。まあね、大体はね、スイッチと同じようにね、使うことはできたんですけども、有機EL になってね、使えないものが出てきたりと、いろんなことありましたんでね、まだまだ検証する価値がありそうですね。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。まだまだ有機EL の検証していきたいと思います。では皆さん、さよなら。